専修大学の1年生松尾慎太郎選手、これから走行いたします。高校時代は福岡で生活をしておりました。この乗ります愛護は北海道の湧津郡にあります北海牧場で生産されましたサラブレッド。第2障害で早くも反抗があります。15歳になります先輩。マグニチュードとこの波数の関係、競走馬時代は、マカノフォーカスという名前で地方競馬を52戦5勝したことがありますが、なおこの競技は乗馬によります表彰式です。この競技は3位までが入賞となりまして、競技終了後乗馬によります表彰式となります。さあ現在第2障害の一半校だけ、まだ減点ゼロの選手は誕生しておりません。